この大声援は期待ともなり、そしてプレッシャーともなります。今回初めてフィギュアスケート世界選手権の開催国となった中国、エースとして中国男子初の表彰台を狙います。世界ランキング14位、ハンヤン。目標は歴史を塗り替えること、そう話します。屋根の上のバイオリン弾き、もちろん代名詞から入ります。トリプルアクセル決まりました。次が4回転。4回転のトーループ。フライングキャメルスピン。トリプルルッツ、トリプルトーループ、きれいに決まりました。足換えのシットスピン、回転も速かったです。さあ、そしてローリー・ニコルがこのプログラム詰め込んだ遊び心。このプレッシャーの中、中国のエースが力を見せました。中国ハンヤン、途中の4回転は文字通りこらえてみせたという、そんな感じの意地の着氷でした。さあ、たくさんのプレゼントが投げ込まれています。本田さん、はい、本田さんも経験あると思いますが、母国開催の非常にプレッシャーのかかる世界選手権です。いやー、本当に緊張したでしょうね。出ていく前の表情とかを見ても、はい、やはり やらなければいけないというプレッシャーと、はい、やはりメダルを取れる状態にいるプレッシャーもあったと思うんですよね、はい、その中での演技というのは本当に、特にこのショートプログラムミスをしてはいけない状態というのもあったと思うので、もうこのトリプルアクセルは本当に思いっきりいきましたね、はい、まさに挨拶代わりのという感じも鈴木さんしますよね。そうですね、オープニングにふさわしいトリプルアクセル、はい、これが僕のトリプルアクセルですというものを見せてくれました、はい、そういった個性を持っている選手でもあります。そしてプログラム全体の印象というのは鈴木さんはどう見えましたか？そうですね、本当に遊び心が詰まったプログラムなんですが、しっかりと足元は滑っている、簡単そうに見えて非常に難しいんですね、はい、状態をコントロールする力がないとできませんし、そういったところがこう滑りの良さが引き立つプログラムでした。
そしてただジャンプ、普通のジャンプだけではなくステップ中のジャンプも軽やかなんですよね、彼の場合は、はい、ふわっと受けれるっていうのも軽やかな演技につながっているなと感じました。振付師ローリー・ニコルが見ていて楽しい気分になって愉快になってハッピーになるようなそんなプログラムを作りたいんだというふうにこのハンヤに話したそうですが、やはりその愉快な気持ちというのはこちらにも伝わってくる、そんな演技でもありました。さてハンヤンは先ほど本田さんからもありましたが四大陸選手権銅メダル、この時のスコアが 259.47 ですから、このスコアを出していけば十分にメダル争いに絡んでくる、はい、そんな力を持った選手ですよね。そうですね、このショートプログラムで4回転のステップアウト、バランスを崩すシーンがあったんですけれども、はい、これは最低限のマイナスで済んでいますので、はい、基礎点はしっかり取ってますね。そこからマイナス 1,2、はい、点取られてるだけですので点数は伸びてくると思います。シーズンベストは 87.34 とそこからはちょっと下がりますが 84.45 という得点、この時点でもちろんトップに立ちましたハンヤンです。シーズンベストには3点近く及ばず、本人には少し笑顔はありませんが、それでも十分なハイスコア。さあハンヤンがいい演技そして得点を出しています。ではハンヤン選手です、お疲れ様でした。地元中国の大観衆の中でも演技いかがでしたか。在这个咱们主场有这么多观众，你感觉你表现得怎么样？我觉得还是没发挥出来我自己的真实水平，然后可能就是因为观众太多，然后有点紧。但是也算是完成了。还是因为自己的有点就是心理方面有点紧张，或者是可能就是因为心理紧张，放松自己，然后画出自己，完了战胜自己，我觉得就可以了。希望吧，希望我能拿到很好的成绩，但是还是以自我为中心，让自己，主要是挑战自己，没有太多的要求。ありがとうございました、谢谢。